水も電気もない。数分間隔で爆発音が轟き、自分が生きているのが信じられない。イスラム組織ハマスによる突然のイスラエル攻撃をきっかけに、両者の戦闘は泥沼化しつつある。ハマスが実行支配するパレスチナ自治区ガザはイスラエルによる報復で空爆を受け、市民からは絶望の声が上がった。状況はイスラエル側でも変わらずいずれの場所でも多くの一般人が犠牲となり、 悲しみに包まれている。市民の声を集め、現状を探った。時事通信外警部、今在家優子。写真特集、ガザ衝突、最悪の虐殺、戦闘続空。どうか止めて、トガザ市民。ハマスは10月7日に突如、イスラエル領内に向けて大量のロケット弾を発射、戦闘員による越境攻撃を開始した。イスラエル側も即座に応戦し、 50年前に繰り広げられた第四次中東戦争を彷彿とさせるほどの激しい衝突となった。双方の死者は12日までに2800人を超えた。地中海に面して、東京23区の6割弱ほどの広さの土地に220万もの人々が暮らすガザ。2007年、イスラエルはガザを封鎖した。街は壁やフェンスなどで囲われ、天井のない監獄、とも言われている。 イスラエル側は今回の衝突について、我々は人の形をした動物と戦っており、それ相応の対応を取る、ガラント国防省として、電気、食料などすべての供給も止めた。さらに、過去最大規模となる30万人規模の予備役召集を決定、地上戦の準備を進めている。この電話も10分が限界です。ガザの団体職員の男性、ハデル・エル・スーラーニーさん、29、 は、自家発電のある隣人の家で電話取材に応じた。自分の家も攻撃にあった。もうどこにも安全な場所はない。さっきも20メートル先で爆発があった。水も食べ物もない。イスラエルは、市民全員の命を奪おうとしていると言っても過言ではない。どうか止めてください、と訴えた。スーラーニーさんによると、 ガザから唯一脱出できる可能性があったエジプトへの検問所も攻撃を受け、閉鎖されてしまった。発電所も燃料がなくなって停止している。私たちは人間です。ここには人間がいます。電気もインターネットもない中、爆撃される人間がガザにいるのです。安全なシェルターをください。せめて病院だけは機能させてください。電気のない病院では、 必要な医療の提供が不可能です。と悲痛な声でまくし立てた。